今日はくら寿司ですね。はい、なんでくら寿司に来たんですか。今日はパパのお誕生日でございます。なんか古装備なんですけど大丈夫ですか。なんで寒いの。私今日忘れてさ、誕生日にやだ。今日風邪ひいたの。誕生日に風邪ひくってどんな感じ。なんかねえ大丈夫マジで。昨日靴下履いてなかった。しかもさっきまで半袖だったんだって。いや風邪ひくよね。寒くなって、なんか体調管理が甘いよねパパはね。いつも半袖とか着てさ、フラフラしてさ、しばらくするとさ寒いとか言ってね。誕生日に怒られて今日は GoTo イートを使ってきました。はい、するでいいじゃん。するでいいか。でね、なんか今スマホから注文ができるそうで、こうやってスマホで今ね、あのバーコードリーダーで読み取りました。はい、どうする。なんか鬼滅とかもいっぱいあるけど。天丼があるの。天丼もあるね。寒いからラーメン。うん、パパの誕生日だからパパから選びますか。うな丼がある。うな丼食べたらいい、ね、いいよ。何でも好きなものを食べ。1年に一度しか食べれない。また始まった。絶対1年に一度じゃないから本当オーバーだよね。どんだけ盛って言うのいつも。すぐ話盛るよね。そう、すごい盛るよね。味噌ラーメン。あでも美味しそう。いいじゃん、いいじゃん。レンゲがない。レンゲないね。起きた。マグロ来るときは一気に来るのかな。マグロが4つきました。風邪大丈夫ですか。誕生日に風邪って最悪なんだけど。しかもくら寿司来てんのに。なに、おいしい。おいしい。本当本気で。普通だけど。はい、怖いし。しんちゃんが何やってんのって顔です。リミちゃん美味しいですかマグロ。やっぱヒゲすごいね。ヒゲすごい、やばいよね。誕生日なのにヒゲがすごい。さっきからなのになのに。いや動画撮ってるからさ突っ込んどかないと。うなぎちゃん。え、つくね。でもこれぐらいがちょうどいいんじゃない。680円。でもご飯少ないんだよ。そうだよ。うなぎちゃん。え、これご飯プチじゃないよね。普通にしたよ。うん、違うよ。プチにしたの結局。そうなんだ。うなぎのプチ。そっか。そんなことないでしょ。え、十分だよ。美味しそう。寿司屋じゃないみたいパパだけ。どうですか。やっぱ納豆ですねあなたは。美味しい。美味しい。で、頼めるようになったら、うん、こういう巻いてある納豆も頼むの。うん、納豆好きねやっぱね。制限が。そう、制限がかかってんの今。ね。お、ミミちゃんもやっぱわさびをいっぱい入れますね。おい、来てたよ。来てたよ。あ、来たよ、リミ。来たよ。
秘密のこれはなんか乳酸菌のジュースです。これでもコップがに絵が描いてある。ゆいくんいない？いた？あ、本当だ、いた。ゆいくんいた。ゆいくんだけ切り取って壁に貼るの。はい、リミ。どう？できた時の薬のドリンクみたいな。これリミちゃん、うん、好きだねこれリミ。来ました鬼滅。シャリハーフだからちょっと小さめだね。シャリハーフにしました。でもシートの上に乗っかってるってことかだね。どうですか、こんな感じ。ちょっと頼んでみましたけど、食べたら見えてくって感じだね。ね、うん。隠れてるのが富岡さんとみつりちゃんかな。あー、この絵のね、うん、食べ終わったらこんな感じ。全員グロさんも出る。グロさん、あれこれあれなんだね、炭治郎とかいないね。柱だね、柱。柱だね。うん、おー見たね、リミこれね。ここに来ると絶対食べるやつ。しょうちゃんは選んでますね。あー、もうどうしようかな。最後になんか食べようかな。うん、もう最後。しーちゃん結構食べてんだよ。お醤油はいいの？リミ、イクラに醤油かけない。あ、そうなんだ。最後にラーメン。来ました。来ました、しーちゃんのうどん。来ます。おー、美味しそう。締めのうどんですか？はい。あ、でもデザートもあるんだよね、シューアイス。はい。猫ちゃんですね。覗き見ニャーメイド。